始末して最優先すべき脅威を何とかして。ああ長引きすぎたわ。分かっているとも、しつこく言われずともな。分かっていたらこんな話はしてない。どうした？なんだ？陰謀か？俺の写真を黒くして。レイ、消去できるか？残念だが、今度はそう簡単にいかない。国家的問題になったんだ。お前もな。ようこそ、アミーゴ。最初からそれが狙いだろう。俺たちをシリコンバレーを恐怖に陥れる悪者にする。ルシャンが奴らを CTOS と衛星バックボーンで守ると申し出る。全て筋が通る。ああ、ブルームは超大規模なデータを持ってる。つまりベルウェザーもだ。今では NSAO もはるかにしのぐだろう。 NSA は奴らにすり寄るつもりじゃないか。 NSA はブルームに従うことを推奨するよ。ああ、こんなとこで腐ってるわけにはいかない。ダメだ、それじゃルシャンの思うツボだ。それにお前はかなりの激務をこなしてる。そろそろ分担を考えなきゃな。分かったよ、現場は頼んだぞ。後方支援は任せろ。よし、やってやる。なあ、またその目か。なんだ？マーカスがまずいことになる。協力させてくれ、俺は悪者じゃない。分かった、お互い利用するのはなし。プライムエイトやシリコンバレーみたいに。本当に大丈夫か？大丈夫。大丈夫だ。何をすればいい？マーカスを助けて。当然だ。アンドリュー・ノバック、ルシャンの助手よ。哀れな野郎だ。私有データを盗んで真実の愛の相手に渡してる。メアリー・キャッツケルに。 CEO の間抜けなやつだ。あいつのラップトップをハックする。バックドアでブルームのプライベートクラスターに侵入して必要なコードを手に入れるよ。それにはまずは足のストレッチっと。ねえマーカス、新しい曲を流してよ。現場の CTOS ルーターを妨害するには上に行かないと。ブルームは自分を守るためには頑張るんだ。ほら来た。侵入した。彼にバレたらテック業界にいられなくなる。そんなの些細な問題よ。ルシャンは家族まで探し出してクビにさせるわ。報いを受けさせるためには何でもするわよ。嘘だろ、力になってくれ。いつでも便宜を図るわ、知ってるでしょ。永遠に助手でいる気はないんだ、メアリー。そうね、ハニー、助手なんてダメ。ルシャンを裏切ったんだし。君のためだ。それに法務部と人事部が許すわけない。訴訟になるのは明らかだもの。
アクセスコードを入手。レンチ、お前の番だ。ブルームのバックアップデータファームを破壊するのはどうだ？壊し放題だぞ。そこでは電力を使いすぎてるし、ブルームのすぐ近くだ。準備運動してこいよ。予備サーバーを破壊しなきゃデータを消してもすぐに復旧される。何が解除されるんだ？僕がやるから見張ってて。マーカス、この部屋は小さく見えるか？そこにいないんだ。やっぱり小さいと思うか？3人のマーカスがウロウロしてスパムを送ってる。みんなの顔に素早くユアーミーマスクを表示させられない。 CTOS が反応しようとしてるから動き回ってた方が安全だね。デッドセックが我々のシステムを荒らしている。シャットダウンして奴らから切り離せ。みんなよくやった。侵入用コードを送る。ドゥシャンの助手はハックに気づいてない。不意打ちはないよ。ブルームのエアギャップコンピューターにアクセスしたら携帯で全部送信してマザーシップまで情報を中継しろ。幸運を祈る。何してるの？これはゲームラグラチェンザキ。ダニーブラウン。誰だ？おい、マジかよ。なっくさ、レイ。ドゥシャンに警告が行かないようにする必要があるな。何か考えはあるか？敷地内のルーターを利用してパスワードを変える。俺たち以外、Wi-Fi が使えなくなる。ドタバタだな。監視は任せろ。
一個片付けた。ビンゴ。よし、次だ。ルーターを片付けて、これでデュシャンもろともシャットアウトだ。大丈夫か、レイ。絶好調だ。俺のことは心配するな。早く降りてこい。What the hell?一緒に外にいる。無事か。ああ、一緒に入れなかったら気に入らないが無事だ。本当にな。エアギャップ端末に近づいている。ドアを突破した。座席は温めておいた。いつでもいいぞ。レイ、マジでここ見てもらいたい。そう言うな。辛いじゃないか。傷つくぞ。そういや、前回はドゥシャン・ネメックが現れたな。そこにはいない。約束する。残念だがな。ああ、念のため祈っておくよ。警備がいないのが気になるな。ジョッシュが手に入れた管理者認証で侵入した。届いてるか。エアギャップ端末にアクセスできた。必要なものをダウンロードする。その付近にターゲットらしき人物がいる。オーバー。破損箇所がある。何が起きているか確認せよ。急げ。警報発動中。現場隊員を送る。くそ、気に障ったみたいだ。気をつけろよ。まだ上に出ていない。そうだな。敵が来るぞ。エレベーターに着いた。エンジンはかかってる。したら戻る前にレイと寄る場所がある。また見えないようにした。レイ、外へ出る。終わらせよう。
I lost him. I am too mad to look away. No way. This is total Here we bullshit. Go again. Unfucking. いやあ、調子はどう？マーカス、なんというかここに来るメリットが思い当たらない。待てよ、まさかくだらない男気の問題か？だとしたら止められるか？君とその原始人を、ベガス中が私にかけるだろうな。ああ、こっちの原始人は知っているとも。私はレイモンド・ケニーのコードに手を加え改善し上書きしてきた。認めてやろう、昔の人間にしては才能があったとね。俺のためにそんなに熱くなるなよ、ドゥシャン。別に信仰を深めるために来たんじゃねえ。むしろ、なんだっけ、鬼ごっこの決着をつけようかと。ああ、そうそれ。なるほど、走るのはいつでも賛成だが、なぜここに？大事な用かもな。あ、ちょっと話してもいいか？俺たちの話だ。お前の行いは公にされた。国民の信頼への裏切り、株式市場の操作、嘘、詐欺、ベルウェザーも全てだ。はったりだ。さて、それで、あんたは電話に出たらどうなる？ブルームからで責任を取れと言われるかもしれない。弁護士からで逃げ場はないと言われるかもしれない。あるいはセールス電話かも。今度こそ出た方がいい。誰だろうと、お前の悪事もこれで終わりだ。ドゥシャン・ネメック、逮捕する。両手を背中に、指を組め、早く。ドゥシャン・ネメック、お前には黙秘権がある。ハッカー、それは人間の恐怖を煽る、他者への恐怖を。みんなを孤立させようとした。分断攻略という手法で自分が望んだことだと信じ込ませた。みんなを無知でいるように仕向けた。 CTOS で追跡し、行動を予測し、おとなしくさせようとした。奴らは嘘をつき、俺たちは真実を明らかにすると約束した。そしてみんなが加わってくれた。声を一つにして言ってくれた。もう騙されない、もう怖がらない、もう決して沈黙しないと。よくやった。サンキュー。いいぞ、まあまあ。オーライ。恐れずみんなで立ち向かったら世界はどう見える？サンフランシスコのハッカーグループレッドセックが、かつてない規模といえるシリコンバレーのスキャンダルを暴露しました。ハッカーはブルーム CTO のドゥシャン・ネメック氏がアクセス権を利用し、自らの経済および政治的利益を得ていた証拠を開示したのです。ネメック氏は拘留され、数々の詐欺罪で起訴されており、当局は口座を差し押さえました。
ブルームのシャーロット・ガードナー氏によると、社も同様に衝撃を受けており、調査を進め当局に協力するとのことです。デッドセックが示した証拠でネメック氏は長期投獄されるかもしれません。ついにロボットの軍隊が現実に。ハッカーグループデッドセックによる警告が開示されました。デッドセックは極秘施設で撮影した映像を公開し、対ボートテクノロジーを明らかにしています。ハッカーが明らかにした情報によれば、軍事企業タイディスは税金から捻出された研究費を使って警察向けに対ボート用の武装ロボットを製作していたとのことです。タイディスからのコメントはありません。